はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日は、実際にあった質問を元に作成、あなたはどっちかどっちのカードでしょう、パート12やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、実際にあった質問を元にということで、実際にね、こちらの、GK の元にですね、届いた、視聴者の方からの、J クラユーザーの方からの質問ね、を元にね、動画を作成しているわけですが、単純にね、選手の更新の比較とか、別名選手でもね、いいんですけど、同じポジションでの、どっちを使った方がいいかみたいな、相談とかね、そういったのを、結構ね、普段から DM とかで、いただくわけですけどね、その質問の内容を動画にしてね、動画見ていただいている方も似たようなね、更新の悩みとかあるんじゃないかなというところで、ぜひね、それに参考にしてほしいということで、僕自身のね、考えを喋っていこうというね、はい、企画になっております。ということで、今シーズンもね、パート12まで来まして、やっぱりね、レギュラー関連の質問とか、新限定ね、フォーカス系とか、もしくはキャプテンとかね、今出てる、既存の限定の質問はやっぱ結構多いんですけど、そういったのをね、しっかりと取り上げていきたいなと思います。ということで、今回もね、3パターンやっていきたいんですが、左からは宇佐美選手、家永選手、生駒選手の3人をね、軸として、やっていきたいと思いますので、本日もよかったらね、最後までお付き合いいただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、じゃあ早速ね、一つ目の比べからやっていきましょうか。では、まず一つ目見ていただきましょう。こちらです。はい。ということでね、こちら左が宇佐美選手のキャプテン24ね。右が宇佐美選手のスナイパー23ですね。はい。このカードね、スナイパーからね、キャプテン引きました。どうすればいいですかという質問がありましたので、これについてね、お答えをしていこうかなと思います。はい。ということで、じゃあカードの比較やっていきたいんですけど、まずグレードは92と95ということで、スナイパーの方が3高いですね。はい。で、適正ポジションとタイプは変わりがないです。で、総合値比較していくと、左が6568に対して、右が6610なので、これ42ですね。スナイパーの方が高い、数値となってますね。で、あと、オフェチが1540と、1509かな。はい。ということで、これはね、逆に左のね、24キャプテンの方が31高いですね。ということは、4ステはだいたい右の方が高い可能性がありますが、でもそんな変わんないかな。スピードはね、これ9右が高いね。で、パワーも7右が高い。で、あとスタミナが、これも9右が高いね。はい。で、テクニックが、ちょっと待ってね、1345と、1235かな。あれ110、これ左のが高いんかなあ、そうね。ディフェチがね、だいぶ右のが高いからね。その影響もあるんですかね。そういった感じでしょうね。はい。ということで、そんな感じとなってますので。これはね、でもね、総合値は右のがちょっと上回ってるんだけど、これ左の方がいいかもしれないね。うん。能力値的にはね。はい。ということで、でもそんなに大きな差はないと思ってください。で、あと、スキル構成が左がコントロールカーブ、タッチフェイント、エースストライカー。で、右が超次元シュート、スペクタクルターン、コントロールシュートね。はい。で、チームスキルは左がフォワード全パラ強化 A で、右がスタメンディフェンス強化です。で、ボナセンが、キャプテンがオフェンス 20% プラスと EP30% プラスのダブルセンス。で、右のスナイパーが、金 EP プラスですね。EP50% プラスとなってます。はい。という風なね、ここ2枚の比較なんですが、結構難しいですよね。結構難しい。うん。ね、そうね。どっちかというと左のがリーグ向きに見えるんだけど、スキルのね、グレードの問題とかもあるし、一つ一つちょっとね、比べて話していかないとちょっとね、判断つきにくそうな案件なので、しっかりとね、それぞれの話でやっていきたいんですけど、まずはね、やっぱりね、注目すべきとこはスキルかな。うん。これはもう明確な違いがありますね。もうタイプ的にね。どっちも共通してるのはフェイント系のドリブル持ってるってぐらいかな。うん。あとは一応近距離シュートで B スキル持ってるかなっていう感じですね。で、問題はコントロールカーブとね、超次元シュートのシュートスキルの違いだったりとか、やっぱりスペクタクルターン、上位スキルね、右が持ってる点とか、というのをしっかりと評価していかないといけないのかなと思うんですけど、このね、宇佐美選手の特徴的なところって、結構ね、真ん中しっかりね、トップ下からCF までできるんだよね。で、これは、どっちかというと、どっちもですけど、そうね、シャドウとか、7CF でも全然いけるかな、みたいな感じのスキル構成してるんですよね。うん。で、トップ下でもいけそうなのは、そうね、右の方がまだ可能性ありそうかなって感じですけど、どっちとも本当に、トップ下はちょっと遠いような気がするんで、どっちかというとシャドウとか CF で使いたいタイプですよね。うん。ってなると、まあ、あとは共通してる点としては、まあ、シューターとして使いたいってことね。うん。まあ、これも結構大事かなと思いますね。はい。で、あとは、まあ、やっぱりね、ボナ戦の違いね。まあ、EP にがっつり寄ってるスナイパーか、まあ、どっちもオフェンスも EP も持ってる左かみたいなところなんですけど、まあ、これ、例えばこのスナイパー宇佐美選手をクラチャンで使ってるんだったらね、ボナ戦の差とか、まあ、スキルグレードの差とかがあるので、まあ、そのままでいいと思うんですよ。うん。そのままでいいと思います。まあ、右の方がいいかなっていう。で、問題は、まあ、リーグの問題だと思うんですよね。左がオフェがあるので、まあ、これもちょっと計算しとくと、1540×、一応 1.2 で出すと1848なんですよ。で、結構これ差が開きまして、まあ、339まで開いちゃうんだよね。だからまあ左の方がね、まあ、有利っちゃ有利なんですよね、能力値に関してはね。うん。で、まあ、プラスが乗っかればもう 10% とか乗ってくるんで、さらにね、まあやっぱり差が出てくると。だから特にガンバ大阪クラブリンクとかで使ってる人からすると、まあこれ左の価値は結構高いですよね。うん。ってなってくると、じゃあ結局能力値を取るのか、スキル構成のこのグレードとかを取るのかっていう話になってくるんですけど、まあリーグに関してはですね、これは別に左選んでもいいかなと思うんですけど、まあ右は右でね、結構整ってるんですよね、スキル構成が。スペクタクルターン超次元シュート。うん。まあこれは素晴らしいと思うんですよね。まあだから、まあこれはね、選択いろいろあるんですけど、まあクラブリンクが乗ってくると、まあ左の方がちょっとオフェチの差が相当でかくなる。まあね、ソックスまで入れるとかなると相当でかくなるので、まあ、左を使ってもいいんですけど、まあ、シュートに行くまでに苦労しなさそうなのは逆に右なんですよね。やっぱターンドリブル、スペクタクルターンだからね。うん。っていうのがあるので、個人的には僕だったら、まあ、欲を言うなら右を仕上げて使いたいんですけど、ただ右を仕上げて使ったとして、シュートが入らないとか、まあ、そもそも活躍が難しいとかだったら、まあ、やっぱ能力値上積みできる左に挑戦してみてもいいのかなという感じですよね。うん。まあだから、まあスナイパーを使ってるってことは、今現在、まあ試合で使ってるんだとしたら、評価はわかると思うんですよ。うん、どれぐらい点取れるかなとか。まあどこで使ってるかにもよるけどね、トップ下で使ってるのか、CF で使ってるのか、もしくはシャドウで使ってるのかみたいなところで変わるとは思いますけど、うん、まあここに現状それなりに、まあ動きに満足してるんだったら更新する必要はないし、逆にもうシュートが入らないとか、まあやっぱりそういったところのレベルに来てる人だったら、まあね、オフェついてる分左に乗り換えてコントロールカーブに期待してみるっていうのも全然悪くないかなと思います。なぜかというと、まあコントロールカーブってね、結構僕の中でですけど、カーブシュートって結構強いイメージあるんですよ、シュートがね。うん。で、まあそこに頼ってもいいのかなと。ただまあその分、まあ右よりはシュートに持っていきにくくなるかもしれないので、そこはちょっとまあ考えながら更新しないといけないんだけど、どっちかに絞るんだったらその使用感というのも当てにしてもいいんじゃないかなっていうぐらいの、まあカードの比較になるかなと、まあ思いますね。まあどっちもいいだけにね。まあちょっともったいないと思う人は、まあそのままステイしておいてもいいと思うんですけど、まあ現状判断つきにくいということであればね。うん。ということですかね。まああとはもうちょっと先の話言っとくと、まあ、宇佐美選手のね、今年のまあ活躍とかをそれなりに見てますが、まあ昨年とかよりは全然いいんじゃないかなと思うんでね。で昨年でまあ95の限定2つぐらい出るってことは、今年もまあいずれにしても92じゃ終わらないと思うんでね。まあ95以上の限定とか狙えるタイミングがどっかで多分来ると思うので、まあそれを待って見越して更新しないっていう判断も全然ありかなと思いますね。もっと先を見てっていうところであればね。ということで、まあ、応急処置が必要だったらね、まあ、どうしても今のところの強さにこだわりたいんだったら更新するのもいいと思うんですけど、まあ、そういったところも考えながら、まあ、ぜひ更新すべきかというところは、リーグ面はね、特に、まあ、考えること結構あるんでね、まあ、メリットデメリットいろいろあるんで、まあ、そこを考えた上で、ぜひ更新するかしっかりと考えてみてください。ということで、まあ、一応ね、まあ、そうね、どっちかというと、ステイの方かな、僕はね。まあ、ただ更新するっていう判断も全然支持できますし、というぐらいの感じだと思います。まあ、本当に今どっち選んでもメリット、デメリットありそうだなっていう、まあ、単純な比較ですかね。特にリーグはね。まあ、クラチャンはもうスナイパーでいいと思うんですけどね。まあ、リーグ面だけちょっといろいろあると思うんで、まあ、今話したことよかったら参考にして考えてみてください。はい。じゃあ続きまして、2つ目の比較やっていきましょう。ではこちらです。はい、こちら左が、レギュラー24の家永選手。右が23ボリューム2レギュラーの家永選手。はい。まあ、これはね、更新すべきですかっていうところの同じような質問が来てましたので、今回もね、まあ、これにお答えしていこうかなと思います。はい。ということで、カード表面上の比較やっていきますが、まずグレードは92同士で全く一緒ですね。ただ、シーズンまたいでるので、まあ、左の方が優勢と言っときましょう。で、まあ、適正ポジション同じ、タイプはテクニックで一緒です。で、能力値の比較なんですが、左が6566、右6314ということで、これはですね、252ですね。はい、これ左の方が高いとなってます。で、あと気になるところ、まあ、おフェチ一応比べておきますか。はい。1452と1397かな、多分。はい。55左の方が高いですね、これはね。で、あとテクニックもまあ気になりますね、タイプ的にね。うん。1284と1185。はい。これもまあ99ぐらいの差があります。まあ、あと4ステアずらっと見てもらって、まあ、この2つが主になると思うんでね。まあ、この2つでまあ上回ってる分、やっぱ左の方が優勢かなっていう感じですね。まあ、そんな感じがします。で、スキル構成が左がライトニングクロス、タッチフェイント、ハードチェイシング。で、右の、昨年ボリューム2レギュラーがフライスルーパス、タッチフェイント、高精度クロスね。はい。で、チームスキルはフォワードオフェンス強化同士ですね。これは変わってないです。で、ボナセンがテク 20% アップが左、右がオフェンス 20% アップとなってますね。はい。ということで、この2枚のね、比較をやっていきたいんですが、まあ、さっきのお話もそうでしたけど、うん、まあ、更新すべきかという時には、どうしても更新先の方が上回ってないと、まあ、しかも上回り方もある程度ないと更新する旨味がないんだよねっていう話をよくするんですけど、今回のこの2つのカードって結構似てますよね。でも、これ似てるようでね、結構特徴がしっかりしてるんですよ。なので、まあ、そこをまずね、スキル面をね、解説していこうと思うんですけど、まず左ね、24の方は、ライトニングクロス、タッチフェイント、ハードチェイシングなので、まあ、ハードチェイシングで、まあ、相手のね、まあ、サイドバックとか引っ掛けることができると思えば、まあ、守備面で活躍する可能性もあるし、あとですね、まあ、前目のチェイシングって結構取ることだけが仕事と思われがちなんですけど、相手をね、結構追い込むような、役割もあるわけですよ。例えば、オフェンスプレーとかハードチェイシングで詰められてるからクリアしたよねとか、そういう場面がね、実はあったりするんですよね。まあ、これは結構試合見てるとわかると思うんですけど、今チェイシングなかったら多分、わざわざクリアしてないよねみたいな場面でクリアすることあるんですよ、AI がね。これなんでかっていうと、多分ですけど、僕の中でですけど、チェイシングで相手が来ましたと。で、それに取られる可能性があるならクリアしてしまいっていう AI の判断だと思うんですよ。で、それでクリアして、そこからまたチャンス繋がったりするんで、まあ結構自分のターンが続きやすくなる場面っていうのをね、作れる可能性があるんですよね。なので、このチェイシングがあるかないかって、ボールを取るだけの役割じゃなくて、相手を結構追い込むというか、相手の守備陣にプレッシャーをかける役割というのも当然あるので、まあ、これをまずね、一つね、まあ、メリット点として理解してほしいというところと、で、あと、ライトニングクロスを打つためにはですね、まあ、どっちかというと、フラスルみたいに振り向きざまに打つんじゃなくて、自分でしっかりと間を作って打っていくアーリークロスなんですよね。アーリークロス系というのはね。だからそこの間がないとダメなんですけど、その間を作るために、まあ、いい役割しそうなのがタッチフェイントね。うん。まあ、これも相手をかわすだけが役割じゃなくて、相手との間合いをしっかり確保する役割とかもあったりするんですよ。状況によってはね。その間を作るね。そのライトニングクロスを打つ間を作る役割があるので、このね、左のね、24のレギュラー、結構ね、理にかなったスキル構成してるし、ウィングとして結構いやらしいスキル構成してるんで、これはね、面白いんですよね。これはこれでね。まあ、サイドハーフでもいいですけどね。ということで、まあ、この左のスキルは一丁。まあ、いいね、組み合わせと言えるんじゃないかなと思います。じゃあ、右はどうなのというところなんですが、これフラスルね。まあ、いいですよね。振り向きざまとかに上げたりもできるし、まあ、距離とかはね、ちょっとまあ、上げ方によって変わるでしょうけど、まあ、少なくとも CF とかにね、まあ、4-3-3B だったら CF に特に向かって飛ばすことができるというところでは、すごくアシスト面でいいスキルだし、で、タッチフェイントね。まあ、これもね、同じですけど、間を作る。まあ、フライスルーパスを打つ間を作る役割もあるし、相手を正面からかわす役割もできるので、まあ、これも組み合わせはいいです。で、高精度クロスってこれ一見意味ないように見えるんですけど、フライスルーパスのね、弱点とも言えることがあって、フライスルーパスって深い位置から打てないんですよ。うん。で、それを補うのは高精度クロスなんですよね。だから深く入りすぎた時に何もできない。ただクロス上げるだけじゃなくて、まあ、スキルを使ってしっかりクロスを上げる。まあ、これも大事なことだと思うんでね。まあ、これもなんかそのフライスルーパスにないところをカバーできてるので、スキルの組み合わせとしてはいいんですよね。はい。ということで、これどっちもスキルの組み合わせ結構理にかなったスキル構成してるんですよね。となった時に、まあ皆さんはどっちを選びますかって話なんですよ。これはね、結局の話。まあ能力値の差とかも一応左の方がね、優勢とは言いましたけど、更新する時にはさっき言った通り結構上積みがないとダメなので、まあそういう目で見ると、まあ当然の話なんですよね、それはね。うん。で、そこはまあフラット、まあそれはまあそうなんですけど、それだけじゃ更新する理由にはならないんですよ。ってなった時に、このスキル構成で今説明細かくしたんですけど、みんなだったら前者後者どっち取りますかっていうところで、今回のは決まると思います。はい。で、まあ一応細かく言うとボナセンのオフェとかテクの差あると思うんですけど、これはね、パサーはね、テクの方が高い方がいいっていう人もいるんでね、僕もどっちかというとオフェにわざわざ尖らなくてもいいと思ってる派なんで、まあテク上がるのはテク上がるで全然いいとも見れるし、まあオフェンス上がるのはオフェンス上がるで当然いいとも見えるし、まあこれのボナセンの差とかにもそんなに大きく、まあ他のポジションとかよりは響かないと思うんで、まあこれもそんなに大きな差はないと、思っていいんじゃないかなと思います。ってなった時に結局スキルで決めるしかないですよね。これ僕だったらね、どっちが好きかと言われたら、まあとにかくね、やっぱ CF にどんどんつなげたいんだったらフラするの方がいいと思います。そっちの方が向いてると思います。ただ、そのしっかりとその質のいいクロスとか、まあさっき言った通り相手の守備にプレッシャーかけるような、まあ体勢とかを取りたいとかいう人は結構前線からしっかりとプレスとかかけてやっていきたいんだったら、左選ぶべきだしね。うん。これはもうどっちもメリットがあるので、このどっちがいいかで、まあ選んでいただければいいんじゃないかなと思います。まあ少なくとも言えるのはどっちともね、まあそれぞれの、まあ理にかなったカードだし、まあウィングとか、まあ特にウィングですかね。で、使った時にはまあどっちも力を発揮してくれそうなスキル構成なんでね、まあどっちを選んでも間違いとかではないと思うんでね、まあ好きな方をぜひね、選んでみてください。まあ当然ね、こういう比べもあるんでね、まあどっち選んでもいいよというのが今回の結論かなと思いますね。はい。特に今大きく悩む必要はないかな。まあ3割カットがね、まあただ付きまとうんでね、J クラどうしてもね、まあそのデメリットを受け入れてまで更新するかどうかっていう見方はね、まあできると思うんでね。まあそういったところ含めながらぜひね、判断してみてください。はい。じゃあ続きまして、3つ目の比較やっていきましょう。ではこちらです。はい。ここは、セレッソ大阪マイク・マセイヤ選手の24レギュラーが左。右が24スターターですね。はい。これはまあどっちのカードがいいですかという質問がありましたのでお答えしていこうと思います。はい。ということで、比較ですが、グレードはね、89と87で、これは2ですね。24レギュラーの方が高いです。で、適正ポジションタイプは全く同じです。で、総合値が6250と6056なので、これは194ですね。これ左の方が高いです。で、主要ステータス、まあ気になるところは、そうですね。まあ、オフェチがどっちもある程度高いかな。ここ見ていきましょうか。1345かなと、1296かな。はい、これ49ですね。これ左の方が高いです。で、スタミナもまあ一応比べとくと、まあここはあんまり大きなあれじゃないかもしれないですけど、まあ一応51左の方が高いね。うん。ということで、まあ大体高い数値のところは、まあ左のレギュラーの方がちょっと優勢かなという感じですね。はい。で、スキル構成じゃ見ていくんですけど、左がレーザークロス、ハードタックル、インターセプト。で、右のスターターがフライスルーパス、高精度ミドルシュート、スピードドリブルという組み合わせね。はい。で、チームスキルがミッドフィルダー、テクニック強化 B が左。あ、右も一緒ね。どっちも一緒ですね。はい。で、左は、スタミナ 20% アップのボナー戦。右はオフェンス 20% アップのボナー戦となってます。まあ、なので、オフェチは逆転ができるし、まあ、スタートの方が結局高くなるし、スタミナはよりね、まあ、左のレギュラーの方が高くなると思っておいてください。はい。という風な2枚の比較なんですが、これね、まあ、結構難しいし、まあ、能力値と合わせていろいろ話すとこがあるんですけど、まあ、バラバラで話しましょうか。とりあえず一旦左右で、それぞれの特徴について話していきたいんですけど、まず左のレギュラー2024ね、これスキル構成、レーザークロス、ハードタックル、インターセプトということで、まあ、ポジション的にはね、まあ、右ウィングから右サイドバックまで、まあ、マイクマ選手でできるのが特徴なんですけど、まあ、一応スキル的には、まあ、どこでも可能性があるかなと。まあ、特に一番いいのはやっぱり全部活かそうと思えば、サイドミッドフィルダーかなっていう感じですね。まあ、ただ、レーザークロス、ハードタックル、インターセプトだけでも言えば、まあ、上でも下でも可能性はあるんですけど、ただね、ここでちょっと注目してほしいのはディフェチなんですよね。ねえ、レギュラーのディフェチが611かなぐらいあるんですけど、これはね、決して当然高くないんですよ。ということは何が言いたいかというと、ハードタックルインターセプトほぼほぼね、期待できない可能性があります。はい。で、これ上積みしようとしても結構厳しいので、まあ、スキル強化とかつけてどうにかしていくぐらいしかないんだと思うんですけど、まあ個人的にはこれ守備ができないのに、ほぼほぼできない可能性が高いのに2スキル持ってるっていうのは結構ね、痛手だと思うんですよね。この能力値とスキルが合ってないパターンね。まあこれはサイド系の選手結構あります。はい。で、今回で言うとどっちかというとディフェが欲しかったスキル構成なんだよね、これね。ただまあオフェが高いっていうことはレーザークロス頼みで一応ウィングで使うとかも全然考えてはいいと思うんですけど、ただそれにしてもワンスキルぐらいでほぼほぼ通用していくかと言われると、まあ当然他のね、選手、さっきで言うと家長選手みたいな、どっちかというとなんかそっちに特化したスキルが揃ってる選手とかにはもう負けるんでね。うん、あんまりいいとは言えないですよね、このレギュラーもね、言うてね。まあサイドハーフとかで使うんだったら、まあ守備面ちょっと目つぶって使うみたいな感じだったら、まあ全然ありかなという感じのカードでして、まあそういう評価がまずつきますね、このカードにね。で、仮に右はどうなのって言われたら、スターターの方はですね、まあ、まずフラスル持ってるんで、まあ、これもね、右ね、サイドある程度できるし、まあ、どっちかというと、まあ、サイドハーフから上かなっていう感じですね。まあ、サイドミッドフィルダーか、うん、ウィングか、みたいな感じですよね。で、次に高精度ミドルシュート。で、その次スピードドリブルという組み合わせなんですけど、高精度ミドルシュートはね、一応ウィングとかで使えば、中に入ってきた時にシュート打ってくれる可能性はあるので、全く意味ないわけではないんですけど、スピードドリブルとフライスルーパスの組み合わせは僕はやっぱいいとは思わないんで、深い位置にね、クロス上げてほしかったら、スピードドリブルから、ね、ある程度距離離してフライスルーパスまで繋いでくれみたいな使い方はできるんですけど、ただ C のスピードドリブルだからね、この途中に取られる可能性が結構あると思うんで、個人的にはやっぱお勧めできないですね。ということは、AB スキルである程度戦わないといけないとなると、これもね、C っていうなら、そんなに別にいいカードではないんですよ、実はね。グレードもそんな高くないっていうのもありますけど。っていうところなんですよね。なので、この2枚ね、どっちもね、正直言って評価がそんな高いわけじゃないんです。だから、これもね、さっきの家長選手ちょっと似てるんですけど、結局、フラスル使いたいの？レーザークロス使いたいの？みたいな感じだと思います。ぶっちゃけね。で、それで選べばいいんじゃないかなっていうのがもう全てなんですけど、あとはその2つに対して、さっき言った通り、家長選手ほどいいスキルがついてるわけじゃないので、正直他の選手でもウイングがいいんだったら、なんなら育成しないっていう手段も全然ありなんですよね。ただ、毎熊選手って正直このスターターとかレギュラーって過小評価なんですよ。で、これがすごく大事で、今回更新しようがしまいが、どうせね、上狙わないといけないです。言ったらセレクトスキルの可能性も全然秘めてる選手だと思うし、出方によっては95以上全然あるんで、そう考えると最終的にはそこなんですよ。だからこのレギュラーとかスターターどっち選んでも、正直ここで満足すべき選手ではないので、僕だったら、一旦、両持ちとかで置いといて、みたいな感じで運用して、結局そういったカードが出た時に、狙いに行って運よく取れたら、この2枚のカードをそのカードにフュージョンすればいいんじゃないかなっていうのが、もう本当の結論です。ただ、今回取り上げたばっかり、にはね、少なくともこの2枚の決着は一応つけないといけないので、これに関しては、僕的にはね、どっちの方がいいかと言われたら、やっぱね、右の方が一応使い道はあると思います。どっちかというと、しっかりと攻撃に寄ってくれてるんでね。で、左はちょっとやっぱ中途半端、能力値でやっぱ噛み合ってないと結構痛いので、本来のこのスキルの良さが出せないんでね。って考えると、やっぱちょっとネックな部分多いかなという感じですね。なので一応結論としてはスターターの方がいいんじゃないかっていう話にはなりますけど、最終的にはやっぱね、さっき言った通り、これ以上のカードがどっかで出てくると思うんで、それをやっぱり狙っていかないとダメなんでね、最終的にはそこに目標を置いて、どういった運用するかっていうのはね、しっかりと考えておいてください。ということで、今回3パターン比較していきましたが、いかがだったでしょうか。ここもね、同じ選手同士の比べだったんですけど、ちょっと難しい話とかもね、しましたけど、特に家長選手のとこはね、あんまり差がなくて、正直これを聞いても決めきれないという人もいると思うんですけどね、こればっかりはもうね、なんていうかな、いろんな選手とかいろんなスキル見ていって決めていくしかないのかなと、自分の中でやっぱ結論を出していかないといけないので、ね、難しい問題ではありますけど。でもさっき言った通りね、どっち選んでも間違いじゃないんでね。少なくともね、やっぱ J クライって間違えない人なんていないんで、やっぱり直感とかも大事だしね。自分がこっちがいいと思ったらそっち使ってみるというのも全然いいし、そういったので決めていって、結果どうだったかっていうのがね、大事なんでね。それで、結局次じゃあ同じようなね、更新すべきかどうかっていう悩みが来た時に自分で判断できるようになれば、それはそれで僕はいいと思うんで、できなくてもね、別にいいと思うんですよ。誰かに聞けばね。誰かに聞けば教えてくれるとは思うんでね。そんな感じで、ぜひね、皆さんもね、いろんなカードとね、触ってね、いろんなカードを使ってね、いろんなカードの知識を得てね、いいチームを結局作っていければいいんでね、その、段階としてね、ぜひこういった動画をね、うまく使っていただけたらなと思います。ということで、またね、これを見たときに何か比べてほしいものがあったら、コメントでもいいし、X 宛てのね、X の DM 宛てとかコメント宛てでも全然何でもいいんでね、ぜひ、伝わる方法でね、質問いただければ動画で取り上げたりとか、個別にね、お答え出したりとかすると思うんでね、ぜひ、よろしくお願いします。ということで、じゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。コメント失礼します。バイバイ。